よ、お前、糖分足りなさそうな顔してるな。ちょうどいいから、これやるよ。俺は甘いものとか苦手だし、適材適所ってやつだ。ああ、気持ちだけでも受け取っておく。なんであれ、感謝されるのはいいことだ。どうでもいいけど、お前さんのいいところは底抜けに素直なところだよな。いや、無駄話とかしてる場合じゃなかった。他の連中に見られたら誤解されるし。じゃあな、歩きながら食べるのは禁止だぞ。落ち着いたところでいいお茶と一緒に味わ。あ、お前な、こんなところで包みを開けて。そうだよ、悪かったな。今日に限って早起きだったから時間もったいなくて。とにかくさっさと閉まって部屋に戻れ。それと感想は後で聞く。気に入ったらそれでいいし、気に入らなかったら不満点をまとめておけ。俺にも見栄があるからな。お前に合わせた甘味を極めてやらないでもないってことだ。